私シュビザル実戦復帰。果たしてその結果は。シュビザル復活。腰を痛めて1ヶ月半弱、いよいよ実戦復帰となりました。翌週20日が最後の公式戦のため、この日復活目的で治療はリハビリをここまでやってきました。本当にお世話になった方ありがとうございました。この日のお相手は恵比寿ホルモンズさん、群馬県のチームで連盟でも一部上位に行く強豪チームさんです。この日のアッパレのスタメンはこちら、私一番ショートで復帰でございます。この試合私を中心に見ていきたいと思います。ちなみに、はい、こちらの映像、12月11日にビヨンドマックスレガシーが発売されました。この時徳さんが買ったこれとは別にですね、チーム用もゲットいたしました。そして初めての日曜日ということで、この日実戦デビューでございます。ちなみに私は83cm710g を使用しました。レガシーの初使用も含めて試合ご覧ください。はい、まず1回表1番私打席に立ちます。久々の実戦ということで、やや緊張して打席に入っております。初球、はい、これ低めストレート。ワイドのピッチャーさん、すごい角度があってボールの強さも感じました。はい、これスライダーが外に外れて、ワンボールワンストライク。3球目、はい、これは高めに抜けてツーボールワンストライク。まあボールはしっかり見えてるかなという感じでした。はい、4球目振っていきますが、ファール。まあ久々の打席でこうやってしっかりと振れたっていうのは1個良かったかなと思います。そして、はい、見逃し三振です。落差の大きい縦のカーブ、これね、ボールかなと思ったんですけど、グッと最後落ちてきてストライクで見逃し三振になってしまいました。はい、続いて守備機会です。ピッチャーは兄貴が上がっております。はい、三遊間のゴロを取って、はい、これがちょっと、バンドが中間場になってしまったんですが、コウタさんナイスカバーでワンアウト。さあ、そしてさらに続くバッターが、はい、これって三遊間私追いつけるんですが、ここでこの送球がそれてしまって、エラーで出塁を許してしまいます。はい、スローでご覧ください。三遊間の深いところ、まさにショートの見せ場という打球なんですけども、まあ、腰痛めで今のか、ここで右足の振りがね、ちょっと甘くなってしまったんです。で、スローイングの、瞬間見てほしいんですけど、距離が遠くなった分ですね、ちょっと上を向いて、フォームがバラバラになってしまったっていうのを、これ兄貴にも指摘されたんですけど、試合後、そのためですね、三遊間からの送球トレをですね、私やりました。こちら、NPB 選手がやってるものをちょっと真似してやってみて、かなり効果あったので、また後日、こちらの練習公開させていただきます。はい、続いて3回の第2打席です。はい、初球は先ほど見逃し三振したカーブから入りました。2球目、はい、これアウトコース、アウトローですね。角度あるんで、やっぱ外の球がすごい遠く見えます。3球目、はい、これはギリギリ見送れてボール。はい、4球目、はい、これ打ち上げてしまってジャガー。この試合すり足打法に変えてみたんですが、まあ、怪我前と同様、甘い球に詰まってこう、やっぱバットが出てきないなっていうのが一番気になります。まあ、これも甘い球打ち上げてしまいました。はい、ここでエビソルモンズさん5回からピッチャー交代です。右の本格派の投手がマウンドに上がりました。はい、こちらの角度から見ると分かります。めっちゃ早かったです。まっすぐナイスボール。はい、3打席目です。来週公式戦弾みをつけるために、なんとか今日1本打っておきたいな、そんな思いでいます。私初球打ち上げてしまって、ファーストファールフライ、ベンチが多いってなってますけどね。はい、スローで見ていきます。まっすぐ、ね、何でしょうかね、どうしてもこう甘い球詰まってしまうなっていう感じで、フライ打ってしまうんですよね。どうしたものかという感じです。
はい、そして5回の守備機会ピッチャーは小に変わっています。回ごとに1回はい、これは正面のゴロを無難に行きます。これはいいリズムで入れたなと思いました。はい、続いて、はい、これピッチャーの頭の上が9前に出てきてしっかりとランニングスローで足を動かす、悪くなかったんじゃないかなと思います。はい、同点の最終回です。ワンアウトから代打の兄貴、はい、まっすぐ打って、これ三遊間ややイレギュラーして兄貴出塁です。いい仕事。2アウトで次が私なので、カモさんになんとか順に一本出せられということで、声援が飛んでおります。本当にいいチームですね。はい、そしてカモさん、この低めの難しいのこれどうやって打ったんでしょうね。片手でセンター前に持っていきます。ベンチからもよく声が出ています。そして私打席回ってきました。いや、ベンチから本当にみんな声かけてくれてます。嬉しい。さあ、そして私この打席入る前、あることを思い出すんです。前に特産 TV でやったんですけど、このレガシー、まだ名前が決まる前に水野さんがシダをさせてくださったんですけど、まあこの時動画には残ってないんですけど、僕もですねレガシーの方シダさせていただいたんです。で、結構いい打球が飛んでいて、でそれが大学時代のこういう木製の打ち方なんですけど、まあちょっと打ち方はね、なんか変な感じなんですけど、右側に入れないこうトップの重さを使って手からバットを出す、こういった打ち方をやったらレガシーすごく打感的に飛んだイメージがあったのを思い出したんですね。はい、すごい打ち方ですけどねこれ。はい、ということでそんなことを思い出して打席に立っています。ここみんなが回してくれたチャンス、打たなかったらもう男じゃないなという気持ちで打席に立っております。さあ2球目、はい、これはアウトローにストライク。さあ、カウント1-1からの3球目です。ここ最大限集中して打席に立っております。中間真っ二つで抜けていく、ランナー帰ってきますが、ここでまさかの事件が。カモシン、カモシン、カモシン、来い来い来い、何してんの、何してんの、オッケー、オッケー、はい、ラムチェイ。何が起きたのか皆さんスローで見ていきましょう。はい、私ようやく出ました、1本右中間突破、これランニングホームランぐらいのコースですね。さあ、ここから三塁コーチャーのカズさんに注目してください。二塁ランナー兄貴を回して、これで勝ち越しのホームという時に、カズさんなぜかこっちに一緒にホームに来てるんです。僕ら先行なのに、カモさんは背中側の打球なのでサードランナーコーチャー判断なので一旦ストップしてしまいます。いやー、カズさんそこで回してもね、まあカズさんに聞いたら嬉しくて思わず走ってしまったということなんで、まあすごいありがたいなと思うんですけど、やっちまったなっていう感じです。はい、そして最後は最初が打たせて、私しっかりと最後もさばいてゲームセット、4-3で勝利しました。来週に向けていい弾みができたんじゃないかなと思います。さあ、来週最後の公式戦、いいとこで打てるように頑張っていきたいと思います。チャンネル登録とコメントお願いします。